皆さん、ついに来ましたね。ゼルダの伝説、ティアーズ・オブ・ザ・キングダム。私は今日のためにブレワイ2を開発すると発表したあの数年前の忍耐から一切の情報を遮断してきました。我慢して我慢してワクワクを膨らませてきた今、爆発しそうです。もともとブレワイ2と言っていたのでブレワイと同じリンクなのかなとは思うんですけど、そこら辺の時系列は後でね説明するとしてやっていきましょう。落ち着こう。すごいやばいかもしれない。任天堂プレゼンツ、ザ・レジェンド・オブ・ゼルダ。これもブレワイ思い出すよね。同じ始まり方だったね。ティアーズ・オブ・ザ・キングダム。なんかドキドキしてる？ドキドキする音聞こえた？なんだ？あ！これ開発するって言った時に見たかもしれない。こんな感じの。なんかハイラルをこれから復興しようみたいなところでブレワイは終わったんだよね。狂気が濃くなってきましたね。あ、でももうやばい感じだ。危ない感じか。え、もうやばい感じ。この地下へと続く洞窟も思っていたよりずっと深いようです。気をつけていきましょう。はい。もう怖い。ゼルダ、ハイラルの姫、なんかもう危なそうな感じしない？ゼルダちゃん、ショートカットのゼルダちゃん、かわいいね。あ、もうこの服だ。最初からこの服でマスターソードも背負って。どういう状況？ハイラル城地下。あ、やっぱ復興しようとして本当にガノンを倒した直後なのかな。綺麗。いや、鉱石。ガンパリケージありすぎじゃん。まあそりゃそうか。最大、そうか、ハートもありすぎじゃん。こっからどう進むのさ。だってこんな状況から始まることないって。やばい、なんかもやかかってるよ。この正気に触れ体調を崩す者も多いと報告を受けています。黒いもや。あなたや私はこの程度なら大丈夫なようですが。いや、リンクはそうかもしれないけど、ゼルダちゃん、それにしてもなぜハイラル城の地下からこんなものが。ガノンが残ってんの？この先の調査は危険が伴うかもしれません。でもあなたがいてくれれば安心です。リンク、早く原因を突き止めましょう。ゼルダちゃんが率先してやることなの？守るけども、もちろんお月の騎士リンク、僕守るけど、リンクが前行った方がいいんじゃないの？だって普通ハート3つでさ、じゃないとこれから強化していくっていう過程がないじゃん、冒険の。うわ、黒。なんかガスがさ、ガノンのかけらみたいのが残ってるのかな。あれはブレワイは倒したって話なの？それとも、ふい、なんだ！マスターソードが光ってる！これは悪いやつとか光るじゃん。悪いやつがいたら、ガノンの。あ、会話ログを見るとかある。これ心して行った方がいいじゃん。ま、あ、喋らないのね。魔を滅する剣が反応しています。だから会話ログか。やはりこの奥に何かがあるのは間違いありませんね。ハイラルを襲った薬剤封印後、城もずっと放置されていました。ああ、城は最後の頃なのかな、復興するのは。その地下にまさかこんな場所があるなんて。リンク、気をつけて先に進みましょう。聞こえ。うそー。
戦闘ありそうじゃん。ちょっとちゃんと座り直しますよ。待ってよ待って、ゼルダちゃん、先行ったらダメだって。俺より先に行くなって。ちょっと待って、あ、でも振るしかできないか、避けるとか、ジャンプできないな。あ、ジャンプできる。あ、か、盾がないんだ。盾どこやったのさ。なんでマスターソードあるのに盾ないのさ。ちょっとゼルダちゃん切ろうとしてるみたいになってるけど。おお、ちょなんかプロっぽい動きしちゃった今。これは古代文明の遺構。こっちは文字。これさ、私さ、ティアキン仕様のスイッチ買って、でプロコンも買って、めちゃくちゃいろいろ買ってるんですけど、この文字だ。謎の文字があってさ、読めなかった。あゾナウ文明。そうか、ブレワイではほぼ触れられてなかったけど、あのね、森のなんだろう、熱帯雨林系の方にあった遺跡だよね、ゾナウ文明は。うわー、ここで触れてきたか。ものすごい雲だ。いや、 X がジャンプだったか、ちょっと B がジャンプだと思い込んでるな私今。怖いんだよ、遺跡系って怖いイメージあるもん。ハイラル城の地下にこんな場所があったなんて。ガノンが地下から出てきたことにより、いろいろ地下から出てきたのかな。この彫刻もやはりここにあるものは、私の持つゾナウについての知識に合致するものばかりです。ゾナウは遥か昔、神話の時代にあったとされる文明。うん、神のごとき力を持ち、天空で栄えたと言われていますが。ゾナウが空、ゾナウが、あ、使ってるゼルダちゃんが使ってるんだね今は、シーカーストーン。へー、なんかリンクが空から飛ぶっていうのも分かってるんだよ。でも本当それだけぐらいかな知ってるの。多くの歴史書で語られながらも、その全容はあまり分かっていない謎の多い文明なのです。ゾナウが空の民なのか。スカイウォードソードでは空のね、島のお話だったりするんだけど、まあでもそれはね、リンクたちが空にいて、で最終的に地上に降りてきてハイラル王国を建設していくっていう、まあスカイウォードソードが時系列の一番上だからね、そういう流れになってくから、ゾナウとはちょっと違うような気もするし、あとは、お、写真撮ってるねゼルダちゃん、パシャパシャ撮ってるよ。この石像はゾナウ族をかたどったものなのでしょうか。大きな耳、私たちとは少し違った姿だったのですね。まあ少しどころかって感じだけど、こんな種族は私は見たことないもんな。まああとは、あのトワイライトプリンセスに天空城、天空都市か、天空都市っていうダンジョンがあったんですけど、そこに出てくる種族も、まあ多少首が長いっていうところは似てるけど、全然もっとちっちゃいし、まああとは時系列的にはね、関係ないっちゃ関係ないから。それにしても天空の文明の遺構がなぜ城の地下に。さらに奥があるようです。行きましょうリンク。全く関係ない、全然新しい感じなのかな。これ耳なんだ、なんかすごい横にね、長くなってるけど。僕にも写真撮らせて、図鑑埋めるの好きなんだよ僕。先行こうリンク、先行くよ。うわあ、いっぱい並んでる。ゾナウの人たちが住んでたってことだよね。でも下から上に上がったのか。いや、上から下ってことはないか。いや、何？何回？あ、抜きます抜きます。はい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 。もうとりあえず吹っとけば最初の敵は倒せるから。キースくね。最初はキース。大丈夫でしたか、リンク？オッケーだよ、全然大丈夫、このぐらいだったら。この壁画は、僕なんかガノンドロフみたいのいない？右に。あ、ボクブリンもいる、モリブリンもいる。王家に伝わる古文書には、
今からはるか昔の神話の時代に人と魔王が世界の覇権を争う大戦争があったと記されているのですが、それは1万年前に起こったっていう話とは別で、ひょっとしたらこれはその伝承が描かれているのかも。いろんな戦いがあったんだね。あ、こいつ見たことあるぞ。ファイルに書いてあった、先ほどの像にかたどられていたゾナウ族と、あ、これゾナウ族か。これは私たちハイリア人のようですね。ゾナウ族神々しいな。だいぶゾナウ族はまるで天から降りてきたように見えます。あ、上から下タイプね。私の祖先ハイラル王家の祖は天より降臨せし神の一族と結ばれ生まれたと言われています。この壁画を信じるなら天より降臨せし一族とはゾナウ族。やばい、頭が混乱してきた。その一族と大地のハイリア人が交わり、やがて起こった国がハイラル王国。えしかしそこに邪悪なる者が現れ、王国の大いなる力を奪う。すべて古文書の内容と一致している。そして魔王が誕生し、それを打倒する戦いが起こった。ここに描かれている人物、これが魔王と呼ばれたものだとするならば、そうか、人間の姿はこのリンクたちは見てないもんな。怨念のガノンしか見てないもんね。すごい、やはりこれは古文書に記されていた大戦争。へえ。封印戦争の全容が描かれた壁画。リンク、これは大発見です。いや、私にとってもめちゃくちゃ大発見なんですけど、これ大問題ですよ。すやば。これはフルアが作ってくれたのですが、持ってきておいてよかった。知ってる知ってる。こういうものを記録するのにとても役立ちます。あ、シーカーストーンとは違うじゃん。カメラ専用みたいな。埋もれていて見られませんね。なんか大事なものなんじゃない。大事な絵っぽい。ここは一体何なのか。答えはこの先にあるように思います。今は先に進みましょう、リンク。待って、封印戦争ってあったと思うんだけど、ちょっと一回待ってもらっていい、ゼルダちゃん。私本を読んでいきたいのですが。待って、結婚したんだけど、知らねえやつと。リンクじゃねえのかい。ちょっと俺と違うやつと結婚してんの、昔のゼルダちゃんってことは。え、待って、ちょっと待って、もう一回ムービー見たい。もう新たな情報がいろいろと頭にきすぎて、ちょっと冷静にもう一回さっきのムービー見たいな。一瞬時系列だけ見てきたんだけど、その神々のトライフォースの方に進む時に封印戦争っていうのがあるんだよね。同じ文字の、それとは違うのかな。同じ封印戦争だけど、ちょっとまた後でゆっくりムービーを見直して考えたいと思います。ちょっと今半分わけわかってないから。とりあえず進めよう。うわ、もうやばそうだよ。これで照らしていこう、マスターソードの力で。この野郎、この野郎、消えろ。ゼルダちゃんに道を譲れ。消えやがれ。怖いよ、角が一番怖いんだから。ちょっと先を見とこ、先を見とこ。なんもないな。大丈夫？ゼルダちゃん勇気あるね、本当に。胸の高鳴りが止まりません。私はプレイできてることに高鳴りが止まんねえよ。まさか古文書を裏付ける壁画がこんな場所に残されていたなんて。ここにも文字あるしな。この文字がね、何が、大体アルファベットと連動してたりするんだけど、なんて書いてあるか分かるようになったらさらに楽しいよね。多分解読班の人が早々に解読してそうだけど。
早い分ね、なんかそういう人何でも分かったのみたいな。怖いな、曲がなんか盛り上がってきてる。悪い方に盛り上がってないか。なんかあるよ、なんかあるよ、なんか逆三角形があります。封印されてる、何かを封印してる。あれは、行きましょうリンク、最新の注意をお願いします。待ってったってさ、待ってったって私のが操作を確認することぐらいしかないよな。なんか進んじゃいけない気がしてる。危ない気がするよゼルダちゃん。でも行くよね、好奇心が勝てねえよな。あれは、うわっ、なんだこれは、不気味すぎる。遺跡って言ったらミイラよね。なにこれ、怖い。あー、手だ。マガタマ、あ、そのミイラは何ですか、誰ですか。シーカー族のミイラとはちょっと雰囲気が違うもん。抜いちゃいけないやつだったよ。怖いよ。怖いよ。怖いよ、ゼルダちゃん。あ、そう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 。どうなってんの？どうなってんの？手をはめろ。さっきの手を使え。落ちた手を。うわあ！リンクの手が。頑張れ。それが大魔の剣、我が正気で砕ける刃では役に立たぬ。骨見えてなかったリンク。ゼルダ、なんで知ってんの。大魔の剣を持つ者リンク。もう最初にして絶対絶命じゃん。ラウルの勇気を。ラウル、この程度か。やっぱじゃあそこのところの話だ、封印戦争って。完全にヤバいやつ呼び起こしてしまったじゃん。時系列は分かった気がするけど、もう未来は暗い。暗すぎる。暗すぎるよ。そういうこと。これが空に行くんだ。うわ、かっこよ。なんかリンク、リンク、肉がないよ。セルダちゃん、どうなった、光になった。やっぱ味方で刺されてたからあいつは眠ってたのかな。何の手だろう、誰の手だろう。シカ族の人たちだ。ゼルダちゃんは、まあ、落ちたとはいえ多分助かってはいるはず。光になってどこに行っちゃったかわからないけど。あ、でさっきミイラがラウルっていう名前言ってたじゃん。あれは時のオカリナに出てくる賢者の一人の名前で、まあ、だから分かった。分かった、後でちゃんと説明します。腕が
あ、なんかあれかな、力を送ってくれて肉体を元に戻してくれたのか、この腕が。で、ハマってんだ。まあ、雰囲気的にはね、シーカー族系のなんか、あ、でもゾナウの人の腕か。で、そうなったんだ、なるほど。うわ、でも爪長いよ。気が疲れたようですね、リンク殿。どなたでしょうか、ゾナウの方でしょうか。私は貴殿のことをゼルダ殿から聞いて知るもの。え、ゼルダちゃんの知人ですか。瀕死の重傷を負われていたが、命を取り留められたようで何より。なんであれで腕動かせてたかマジでわからないもんね。貴殿の手は口、はい、命に関わったので代わりにそうさせてもらった。あー、まあそうか。で、髪の毛もほどけてたんだ。なるほどな。あ、マスターソード、でも欠けてたよさっき。最近さ、このティアキンコラボでローソンからいろんな商品売り出されててさ、そこでいろいろちょっとネタバレ食らったんだけど、手からボーンっていうビーム打ってそうなリンクだったり、髪の毛がほどけてるリンクだったり、あとはね、ちょっと朽ちてるマスターソード、ここで全部わかったな、その意味が。そう、ネタバレって言っても意味はわからなかったから、絵だけ見たって感じだったけど。でもボロボロじゃん、これ使えないよ、ボロボロだもん。これ打ち直すとか、マスターソード、ああ、すごいなんかトゥ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 ーンっていう曲な感じになってる。朽ちたマスター、朽ちたマスターソード、聖なる力が宿る大魔の剣、今はハイラル城の地下で受けた正気で刀身が朽ちてしまってる。正気で朽ちたから、じゃあ元に戻す方法があるってこと。なんか正気かなんか浴びせたら、うわー、一致だもっと短くなっちゃいそうだもんな、これで戦ったら。これを戻す冒険が始まるのかな。今僕はどこにいるんだ。これで戦っちゃっていいの、さらになくなっちゃいそうなんだけどだってボロボロじゃん、先っぽの方とかさ。あ、これで。いや、でもマスターソードは強いな。え、なんだこのでかい円盤は。あ、円盤。え、待ってよ、どういうこと。こっから違う世界に行けるみたいなやつなんだけど、これ足が、足っぽいのがあるけど、なんか可愛いスリッパを履くタイプの人だな、ウサギとか猫とか。あー、この丸のさ、京都の庭にありそうな丸の模様、これすっごいいろんなとこに使われてるんだよ。ゾナウ関係だったか。あとこれね、手のヒョロヒョロの、あとは丸太いろいろ見ときたいみたいなとこあるけど。お、ワープゾーン来たか。そこ通ったら違う世界に行くのかと思ったけど、どっかにワープするんだな。あ、動き出した。太陽のマークっぽい。あ、で、あ、あ、開くんだ。いや、もう怖いのよ、なんかドキドキするのよ。あー、それでハート3つの頑張りゲージも初期かねこれは、あれ関係ないのか、外から飛んでくるときに使うやつか。別に上行く必要だよね。あららら、ネズミ返しなってたわ。進もう。草を刈ったって何も出てこないもんな。こ
怖っ。コケって感じだけど。あ、飛び込む？これは安全な水槽か。はい、綺麗なフォーム。体はね、まあ、ちょっとなまってるっていうかって感じだけど、体は覚えてるんですよ、フォームを。なんかちょっと思ったけど、あれか、始まりの大地のリンクが起きたところなのかな、これ。もともと寝てたね、蘇生するベッドみたいなところから起きて、でこういうさ壁登ったじゃん。でちょっと細い道を抜けたら外っていう。でもちょっと違うか、飛び込んじゃってるし、飛び込んじゃってるからちょっと違う。うわ、これはさすがに、うわ、水の上なら高所からの落下でもダメージを受けない。それはリンクのフォームがあってこそだよね。普通の一般人背中打ってうえってなって、息できねえってなるやつじゃん。まあそれどころかって感じだけど、この高さじゃ。あ、服が入ってるんじゃないの。うおー、かっこいい。あ、スカートみたい。古びた下履き。簡素で古風な履物。年月を感じる痛みはあるが、まだ十分履ける。サンダルの紐を結ぶのが少し大変。あ、長いからね。で、ポーチを開く。じゃあ、着ときますか。あー、原住民っぽい。なんか、雰囲気あるある。え、上は？上ないのかな？上あるでしょ、絶対。あ、でも裸の方がそれっぽいか。そりゃそうか。やっぱ最初のこれだって最初の感じじゃんねえ、始まりの大地出るところの。やっぱ意図して近くしてるよな。同じかどうかはちょっとわからないけど、意図してブレワイの最初と似た感じにしてる気がする。うわーっそ、すごー。こっから世界を見渡すムービーは出ないのか飛び込むんだ。うわー、行きますか。行け。おー、スカイボードソードの時の感じと似てる、これは。え、あ、ムービー入った。ゼルダの伝説、ティアーズ・オブ・ザ・キングダム。うわー、なんか竜もいるし、曲のアレンジもすごいし。これは、このままでいいんですか？これだと腹へ打ちますけど。はい、ということで、霧のいいところまでと思ったら結構時間が経ってしまったので、今回は簡単に時系列と封印戦争についてこんな感じっていうのをおまけでつけていきたいなと思います。まずは時系列なんですけれど、これがね、公式の発表で、スカイウォードソードが一番上。で、来たら時のオカリナで3つのルートに分かれて、勇者が負けてしまった世界と、勇者が勝って、で、さらに子供時代と大人時代に分かれるっていう風になっています。これはね、発売日順ではないです。で、ブレス・オブ・ザ・ワイルドはどこなのっていうことは、一応公式ではちゃんと明言はされてなくて、なんかもう全部の一番下みたいな大雑把に発表がされています。ただ、私のブレワイ実況とかを見ていただいている方は、なんとなく分かっていただけると思うんですけども、やっぱりね、やってて、もう使われている文字だったり、あとは、ハイラル王の日記だったりを読んでると、もうほぼ左なんじゃないかなとは思います。まあ、今回、封印戦争が出てきたんですけれども、それはどこのお話かと言いますと、時のオカリナと神々のトライフォースの間で起こった出来事です。
なんでね、まあそれも相まって、まあ、ほぼ左なんじゃないかなと思いますよね。じゃあ時岡と上虎の間に何があったのっていう話なんですけど、時の勇者の敗北なのでガノンドロフがゼルダの知恵のトライフォースとリンクの勇気のトライフォースを取って全部完成させちゃったので、そこで魔獣ガノンになったっていうのが一応本に書いてあることなんですけど、壁画ではそこに邪悪なるものが現れ王国の大いなる力を奪う、そう本ならトライフォースだけど壁画的にはマガタマっぽいものを持ってるような気もするんですよね。なんかゼルダちゃんが拾ってたやつで、それを打倒する戦いが起こったって言ってるんだけど、勇者がいなくなってしまってるのでゼルダちゃんとあとラウルを含む賢者たちが集まってガノンをどうにか闇の世界に封印する送り込むっていうのを頑張ってやったんですよ。たださっきのマガタマっぽい絵もあったように文章でねツラツラツラって書いてあるだけなので、ここら辺はもしかしたら今回のゲームでものすごく新しい話が詳しく出るのかもしれないですね。楽しみ。編集しててようやくムービーとかゆっくり見られたので喋りたいこといっぱいあるんですよ。あの結婚の話とか、あとはミイラの話とか。ただ、まあ、ちょっと時間があれなのでパート2のお尻とかパート3のお尻とかちょっとずつおまけとしてつけていきたいなと思っています。ただ一つ、私開発段階の本当に最初のムービーしか見てないので、ゲーム上で分かっていることだけの情報で考察とかを喋っていきます。なので皆さんもコメント欄とかでまだ出てないゲーム上で出てない情報はシーでシーでお願いします。こういう感じでゼルダをめちゃくちゃ楽しんでゲームプレイしていきますので、ぜひチャンネル登録やグッドボタンもよろしくお願いします。じゃあねー、バイバーイ、またねー。